今日の20時5分頃ですけれども、鹿児島県の桜島で噴火が発生をしました。これに伴いまして20時50分、福岡管区気象台と鹿児島地方気象台は桜島の噴火警戒レベルを5に引き上げております。噴火警戒レベル5というのは、居住地域に被害を及ぼす噴火が発生する恐れがあるときに出されるものになります。特別警報に該当するものになります。自治体からの避難の情報に従って速やかに行動するようにしてください。桜島とその噴火が発生した時の噴火の噴煙の模様ですね。こちら気象台のホームページ、気象庁のホームページの画像になります。今日は雲が低く垂れ込めておりまして、噴煙の全体像はこのカメラの画像ではわからないんですけれども、この辺りに噴煙が映っております。こちらのカメラは桜島の東側から桜島を捉えたものになります。この噴煙なんですけれども、ウェザーニューズが桜島の監視用に設置しておりますレーダーの画像になります。右側の図が垂直方向、縦側のですね様子を示しているんですけれども、この辺りに映っている雲、こちらがちょうど20時5分頃から上の方にこの色のついたエコーがですね上昇しておりまして、おそらくこれが噴煙を捉えたものだというふうに見られます。これの高さで見ますと、だいたい2000メートルから3000メーター前後のところにかけて噴煙が上がっているというふうに見られまして、噴火の規模を推測する一つの要素になるかというふうに思います。かなり高いところまで噴煙が出たわけではないんですけれども、今回の場合、先ほどの気象台の発表によりますと、20時5分の爆発によって噴煙を描いて飛散する、弾道を描いて飛散する大きな噴石が火口からおよそ 2.5 キロに達したということで、それに伴いまして噴火警戒レベルが引き上げられております。この噴火警戒レベルなんですけれども、レベル5というのは避難に該当します。居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生した場合、今回はそれに該当します。その結果ですね、こちら、火口からおよそ3キロの以内、3キロ以内の居住地域では大きな噴石に厳重な警戒が必要という情報を先ほど20時50分に発表しました。で、3キロというのはですね、こちら鹿児島で桜島で言いますと、この紫色の、円になります。この紫で引かれた、実線で引かれたエリアでして、桜島の島内で行きますと有村、そしてふるさとの地区、ふるさと地区、有村地区の一部がこの3キロ以内に該当します。この桜島でも南側のエリアですね、こちらの方面では、噴石が飛んでくる可能性がありますので、厳重に警戒をしてください。自治体から避難の指示などに関する情報が発表される可能性がありますので、今後の動向に十分お気をつけください。桜島で先ほど20時5分頃ですけれども、大きな噴火が発生をしました。それに伴いまして噴火警戒レベルが5に引き上げられております。噴火警戒レベル5というのは特別警報に該当するものでして、居住地域に大きな被害、噴石による被害をもたらす恐れがあるというものになります。この後も最新の動向に十分お気をつけください。火山の情報に関してはお天気アプリウェザーニュースでも随時ご確認いただけますので、そういった情報などもご活用いただければと思います。